皆さんこんにちは、谷です、はい、やっぱり久々に日本語で喋る動画なのでちょっと緊張していますよ。そう、この時期はですね、今年12月の日本語能力試験が迫ってるから、まあ、試験のために今皆さんはものすごく忙しいと思うんですけど、今月ですね、今月はなんとベトナム人教師たちにとっての非常に特別な日がありますね。それは何の日でしょう？そう、11月20日のベトナム教師の日です。で、このイベントに向けてゾンモリは日本語スピーチコンテストを行います。そこで、まあ、今ゾンモリで勉強しているか、または、前に勉強していた音大オフラインの学生を問わずに、ゾンモリの授業や、まあ、先生たちに対する思い、そして、日本語を勉強している時の出来事について、すべて日本語で撮った動画を皆さんから送っていただきたいと思っています。もちろん賞もありますよ。そう、そして学生だけにやってもらうのじゃなくて、ゾンモリの先生たちからも皆さんに送るメッセージの動画を、作ることになり、この動画を撮ったわけです。ということで、今日の動画では日本語教師の仕事に対する思い、すべて今までの自分の経験、個人的な意見から、まあ、語っていきたいと思います。大学時代のアルバイトの2年も含めたら、今までもう6年間ぐらい日本語の教師として働いてきました。そのうち、対面授業は2年半で、音大授業は3年半ぐらいですね。で、この6年間でずっと思っていることは、学生の学習成果ってほぼ 90% はその学生の力によるもので、まあ、先生の助けられる部分はわずか 10% ぐらいだということですよ。なので N3 の文法では何々おかげでというのがあるんじゃないですか。まあ、教える時になんとなくいつも例としてあげるのは、先生のおかげで N なんとかに合格できましたですが、正確に言うと自分自身の日々の努力のおかげで N なんとかに合格できましたにした方が納得できるのではないかなといつも思っています。じゃあそうしたら先生たちは何ができるか、それと学生のために何をしなければならないかと考えた時に、まあこう思いました。今私は音大授業を面としてやってるから、まあ、本当に皆さんに接する時間はわずか数分の動画でしかない。そのたった数分の動画で一番面白く分かりやすい説明の仕方、またどのような授業ならみんなはインパクトを感じるのかをいつも工夫しました。そしてこの仕事を続けてきた3年の間、もう本当に学生の方から毎日たくさんのフィードバックが届きました。その中、まあ、ある実習生からこういうメッセージをいただいたことがあります。そこで今日はちょっと読ませていただきますね。仕事で疲れて1日が終わってから夜中に一人で携帯やパソコンの画面を通じて先生の声を聞いて、授業だけではなくなんだか自分もこんなの乗り越えられるような気持ちになり、心の支えになっています。本当にこのようなメッセージを見た時に自分の仕事に本当の意味を感じました。ゾンモリで勉強する皆さんにとっては、多分日本語の勉強がメインの目的ではなくて、まあ大学とかに通って日本語の勉強に専念できる人とは違って、多分皆さんはもう勉強以外のさまざまな問題を抱えていることももう最初から知っています。だから皆さんがまず勉強に対するやる気を出せるような魅力的な授業、それと日本語の面白みが伝わる授業を作ることは常に意識しています。
そしてもう一つ、まあ、これは本当に全く個人的な意見なんですけれども、その教師自身もなるべく学生の模範になれるような存在であるべきだと思います。要は、日本語能力を向上させるため日々努力をする先生の姿勢はもちろん、それと、物事に対するポジティブな考え方ももしみんなに見せられるとしたら、その学生の勉強と生活を素晴らしいものにする助けになると信じています。だからこそ私は進学することにしました。言うだけじゃ良くないからですね。そうですね。そしてもちろん日本語教師を続ける限りもっともっと勉強していきたいと思います。はい、ということで、なんか今日話した内容はちょっと偉そうに聞こえるかもしれないですけど、でも本当に自分が思っている、教師の仕事に対する思いについて皆さんに話しました。そうですね、なんか動画また長くなってきましたけど、でも最後まで見てくださる皆さんありがとうございます。そしてこういう日本語で喋る動画がもっと見たかったら、ぜひコメント欄に書き込んでください。なんかもし人気があれば私からももっとこういう動画を出したいと思います。はい、じゃあこれから皆さんの番になりますよ。ぜひ日本語で喋る動画を作ってズンモリに送ってください。待っています。じゃあ、また次の動画で会いましょう。バイバイ。